はい、どうも、イゾログです。今回はですね、出稼ぎ延長しまして、スキー場バイトの後に京都の和束町へお茶摘みのバイトに来ました。そして、これはですね、4月中旬から7月上旬の動画になります。今までですね、ブルースクリーンにやられて、それの復旧が進まなかったので、動画編集できてませんでした。そして今回この動画はですね、京都和束町の石寺地区というところに出稼ぎに行ってきました。で、そこの石寺地区には茶畑広がってるんですが、こちらにだんだんカフェという場所がありまして、これは実は観光名所らしいですね。で、茶畑パフェというのがなんか名物らしいので、食べてきました。甘党の俺としてね。で、茶畑パフェはなかなかいい値段してますよね、これ。では最初うっと思ったんですけど、まあとりあえず名物だし、ね、京都まで来たんだから食べるべきだなと思って思い切って食べてみました。これは実物なんですけど、いやでも緑の濃さが違うし、渋みが効いてますね。ちゃんとお茶を食べてる感じがします。でもこのお茶の旨味と渋みが分かんない人は結構なんか味が濃いって言って残す人がいるらしいですね。いやーでも俺その人の気が知れないっていう思いますけどね。はい、今日は、休みなんでだんだんカフェ来てますね。だんだんカフェは今ね、お茶刈りの茶畑を景色になんかコーヒーとか飲めるんですけど、まあこれ一番高い抹茶パフェですね。一応これが全部食べれるんで、なんか抹茶が濃くてみんな残すらしいですけど、それどうなのかなと思って来てますね。はい、ちょっと、まあ、こんな感じか。まあ今日は休みなんで、まあ最初はね、もうお茶買っちゃったからあんまり鮮やかな緑じゃないけど、であとはあそこ一部茶色いけど、お茶の木を打ってもう一回お茶の木の勢いを出す作業に入って。なわけで、これが進むと抹茶茶になります。まあ、一応この抹茶パフェじゃ食べてみましょう。まあ今日は解禁日なんで勘弁してください。ではでは。抹茶の苦味が美味しいですね、これ。いやー、しかしな、なんか汚いおっさんの汚い食べ方の動画になりましたね。でですね、これがだんだんカフェから見れる風景になります。そして今回お世話になった農家さんの畑がほとんどこのだんだんカフェから見える、畑になります。いやでもこれ初夏のね、新緑の色が本当にいいですよね。で、黒いやつはかぶせって言って、お茶を刈るまでにかぶせるものですね。これがあるとあんまり日光が当たりすぎてもお茶っていうのは美味しくならないようなので、このかぶせ、まあ日よけシートみたいなものですね。これをかぶせてお茶をもっともっと美味しくするようにしていました。まあ、実際にこれをかけてこれを巻くという作業もありました。で、一部茶色いんですけれども、この茶色いのはお茶の木をちょっと回復させる意味合いでやってるようですね。で、お茶の木も剪定みたいな感じでちゃんと刈っていかないと大きくなりすぎて逆にお茶の収穫がやりづらいらしいんですね。なので、まあ、これはその深刈りという作業なんですけど、その深刈りが始まってまだ間もない時だと思いますね。はい。でまあ、この景色でほぼ見える石寺地区なんですけども、失礼、このだんだんカフェから見える畑をほとんど持ってる農家さんのところで働いたんですけれども、いやー、お茶のバイト、まあお茶農家はハードですよ。いやー、しかしまあおっさんもうちょいうまそうに食ってもらえないですかね。まあ自分なんですけど、まあお茶の話に戻りますね。なんでこの絵を挿入したのかちょっと分かんないです。編集で消すのがめんどくさいから喋りますね。で、お茶を摘む機械っていうのもあるんですね。あまり勾配とか傾斜がきついところにはその機械が入れないんですけれども、機械が入るところもなかなか狭いんですよ。なるべく平坦なところなんですけど、まあ、そこで機械が落ちたりとか、やっぱりお茶を収穫するのもなかなか命がけなんですよね。で、結構落ちてるらしいんですよ、農家さん曰く。でもそれでも今回もやってもうたぐらいの、ことなので、いやでもやっぱり全然違うなと思いましたね。で、そしてこれがですね、だんだんカフェの営業日のカレンダーです。で、これはだんだんカフェの裏にも貼ってあったものですし、だんだんカフェのインスタグラムにもアップはされていますので、もし京都和束町に、ね、この動画を見てくれた方が行くことがあるとするならば、ちょっと営業日はかなり繁忙期とそうじゃない時で差があるので、これは必ず確認した方がいいと思います。はい。というわけでですね、今回はようやくですね、ブルースクリーンから復旧して出稼ぎ、本来働かない期間に出稼ぎ行きましたけど、こんな京都の和束町のお茶摘みのバイト、そしてですね、石寺地区のだんだんカフェに行ったというブログ的な動画でした。最後はね、これで終わろうと思いますね。いや、でもあんまり食レポが得意なおじさんじゃないんで、申し訳なかったですね。ではでは、これで失礼します。